はい、ということでやっていきましょう。アロマ招き、そしてカロリーバーの持ち込みですね。で、セクイチだけはちょっと後付け実況という形になっていて、もうすでにそのセクニ以降のね、サクセスも終わった状態で撮ってます。で、まさかで僕もね、変化オール7まで行くと思わなかったので、ちょっと面白い回だったなと思って。ボツにするかどうか途中で迷ったんですけど、まあこれはちょっと上げとこうかなという感じですね。まあ結構こう、タックをどういうの踏んだかっていうタイミングというかまあ回数とか、まあどういう偏りになったかで結構やっぱ育成の結果って変わるんだなっていうのと、やっぱ変化に関しては伸ばしてもまあそれなりには査定に還元されるなっていうふうには思いましたね。まあ効率悪い悪いっていうのはもちろんその4球種目5球種目はね、言われてはいるんですけど、まあ、4球種目までだったら、まあ、こんな感じでバチバチ来るんですよね。4球種目までだったら、まあ、割と、なしではないのかな、なんていうふうには今回思いましたね。で、まあ、もちろんその、格とか集客力が全然伸びてないんであれば、そっち行きましょうが、まあ、いいのかもしれませんけど、やっぱ結構変化のね、査定の伸びも馬鹿にできないな、なんていうふうには思ってます。まあ、5球種目やっぱね、覚えるのにね、900点、960点とか必要だったので、まあ、それはどうかなっていう感じしますけどね。はい、まあ、こんな感じで、本当に序盤からね、変化点がバチバチ来るような形になってまして、僕も、ちょっと他のイルムも詰めねえなと思って、ここは怪我率高かったんですけど、割と、勝負しましたね。で、ここで、キジタで体力回復。で、しっかりと臨床点を総塁からもらっておきましょう。で、ここも変化なんですよね。急速のタック。花丸行くと、やっぱりそのルミナーとイチローとレッドがいる関係で、まあ、こんな感じにはなりやすいのかなっていうふうに思ってます。もうちょっとね、赤のタックとかをこの辺で取れればよかったんですけど、各集客伸ばすためにね。まあ、特に格の方かな、ピッチャーだと。で、ルミナで回復しておきまして。で、一応ここでもう鉄腕自体はゲット完了という感じになります。で、2種類積めなかったので、まああんまり積みには期待はできないんですけど、一応青16積んでるので、そこの経験点は入ってくるっていう感じですね。で、エビルに出航します。エビルに出航して、しっかりと経験点1000、いくらだこれ390点ですね。キース結構入ってますね。やっぱりその2種類積むのも大事なんですけど、こういう感じでねガーッと積んでもその海賊船が来るまではねそんなに大きく差は出ないと思うので、まあその辺は重要かなっていう感じですね。不眠症、そう、結構早い段階で不眠症になっていつまでも取れなかったんですよね。まあ結構通院するタイプではないので、まあ、その辺がまあ影響はしたかなとは思いますけど、取れるようになればいい。残り3ターンきっちり行きたいですね。まあ、月から海賊船関係してくるので、まあ、ある程度積みにはうまく積めるようにはっていう感じで考えてはいますけど、まあ、こんな感じなんか積みに自体がね難しくなることもあるので、その辺はもう少し考えられたらいいなっていう感じですね。で、今赤から積みました。まあ、結局赤積めなくてみたいなところが一番損かなと思ったので赤行きましたけど、多分この次タック来たんじゃないかな。気のせいかな。あ、そうですね。この後タック来たので、まあ他の色でも良かったけど、結局他の色も大して積めなかったんで、まあしょうがないなっていう感じでしたね、ここは。ただしっかりとタックで赤積めたので、まあ、この辺はラッキーだったかなっていうふうにも思います。で、合わせ走りまして、ピッチング強化。で、次、おー、強いね。ここは不眠症も直しに行きたいんで、ラブパワー狙いで、しっかりとタック取りに行ってっていう感じで、まあ、エジプトに出られるんでね。ここは、そのままタックでいいかなって感じですね。強。出航1回しかしてないわ。珍しいっすね。1回は結構珍しいですね。本当に。で、ここはちょっと詰め込んで、まあ、必ず次行くっていう感じですね。はい、ということで、セクイチ9942点でした。
セクに行きましょう。はい、ということで続きやっていきましょう。出航全然してないけど、まあ、結構多い。それは辛い。まあ、辛いけども出航するから関係ないか。さあ、12と8ですね。っていう感じの経験点なので、ある程度振りたいね。大丈夫さ、いいでしょ。ジャイド、カッチン、要所、鉄、バンフ、ストライク。ああ、そこそこ持ってますね。で、これでまあ、さすがに乗れないでしょ。エジプト行きましょう。まあ、問題なのはちょっと不眠症になってるっていうのが結構問題で、序盤できたんでね。そこだけ、キジタなんとかしてくんねえかな。彼女になってくれると話早いんですが。OK。ほえー、この辺から。一発でも食らうと体力持たないんで、ね、道中の。強い。T より、I から行きたいけど、やっぱり優先は赤ですね。頼むから食らわないで。うん。合わせあと一回。尻上がり。で、タックは発動してないんで、花丸に行きたいっぽいですね。はい。愛、拾えるかな？できれば、変化タック8、びっくりが、まあ理想ですね。来れば。来ればそれが理想だが。うわぁ、なんもねー。うん。ここは、キジタにお祈りゲーでいいと思います。尻上がり。キジタ先輩に直してもらうこと、お祈りゲーで。いや、てか、評価足りてんのか。サクッと言ってくんねえかな。頼む。変化8。うわぁ。これきついなぁ。4、4か。4、4か。じゃあもうしょうがないっすね。花丸に行くので、青だけ積んどきましょう。6。うん、告白間に合いましたね。奇跡的に。これは結構ありがたいな。で、まっすぐ。で、まあ今更ですね。これもう一ターン早かったらな。全然違ったんだけど。街道。コントロール、取りながらっすかね。赤と、青を中心に点数入ってくると思うので、まあ、ここだけ振っときゃ、なんとか、なるんじゃないのかなって感じですね。121ぐらいまでいくか。はい。ちょうど121。はい。花丸行きましょう。うん、ここの積み荷はまあ微妙ですが、こんなこともあるのでしょうがないですね。対強打者。で、しっかり入りまして、2000点ぐらいか。ま、当たりでも外れでもないって感じ。うん、躍動か。躍動はもう取ってたんで、あんま意味なかったっすね。おー、強いね。両方とも強いですけど、まあ、点数的にも、合同的にも、まずは、球速からいきましょう。これ間に合ったのでかいな。うわぁ、もったいな。もったいねー。スタミナからいきますか、じゃあ。ガーッと、球速上げつつ、スタミナも上げていきます。80、70ぐらいまでいくか。で、これ踏みましょう。一応、形的には77なので、赤を、きっちり踏めればですね。変えてみよう。で、健康。健康には慣れてない。なるほど。いやー、赤取りたいんだけどなー。ちょっと他の色も微妙な感じですね。つか、8。
9か。9か。じゃあこれ取るか。9だったらちょっと2回以上踏まないといけないんだよね結局。うん、出港でエビルはいけませんと。バンプかメカニクス、うわーひでえなこれ。うん、スタミナ取りましょう。はい、体力回復でメカニクスに多分これ行きたいと思うので、バンプ、おーいおーい6、5だからいけんのか。じゃあこれ拾ってって感じか。で今いくつなんだこれ、15か。ああ、いいんじゃない。まんま踏んでそのままで変化球3球種目取った方がいいですね。はい、これで出航しましょう。ずーっと不眠症なんだけど。不眠症が治る気配はない。青とか取りたかったっすね、ちょっと。14、6か。変化球大丈夫かな、これ。ちょっと心配ではあるが。メカニクスいきます。うん、体力の最大値上がってるので、そこまで不眠症怖いわけじゃないですけど、まあ、何も起きないことがベストではあるので。うん、26,672。まあまあですね。はい。はい。スタミナ行きましょう。これでそろそろ治ってくんないかな。遠征か。海岸で精密狙いたいですけどね。この辺だと。はい。そろそろ海岸してもいいかもしれんが。全然治らんわ。一回ぐらい仕掛けようかな。お、いいですね。これは一回ぐらい。4球種目取ってもいいかもな。明らかに変化あまりそうなんで、4球種目に手を伸ばしてもいいかもしれませんね。精密ください。おー、精密ください。ジャスフィー、これは強いな。これは強いな。精密狙いたいっすねっていうのと、あんま視界がしたくないんだよな、この辺からは。進化を取るとこんな感じか。ああ、4球種目伸ばした方が良さそうですね。多分取ることになりそう。はい。うん、めちゃくちゃ変化が来てますからね。やめてー。すげえ。8は取れない。赤の8も取れないのか。S 字でこれで。なるほど。大変やな。赤が取れないと前に進めないですからね。タック5位。タック5位。お、6。6か。まあ、エジプトに帰りたいっすよね、できれば。そろそろアロマグッズ使っていいかな、そして。いやー、待ってよかったが。もう一丁取れないのかーい。もう一丁取れないんか、これ。さすがに出航だな。うん、アロマ炊いて、で、また変化になっちゃうか。じゃ、エジプトを向かいます。結構コツもほぼほぼすべて抑えてる感じですかね。うん、対左がまだかな。ちょっと対左だけはもらわないとマジで激重なんで。おー。パワーアップしてもあんま意味ないよな。いや、意味あるな。これ結構意味あるな。結構でかいな。お願いします。結構でかいな。成功すると。ポイント的には、まあまあ入ってきますね。ナイス。進化。センスは、ならないか。はい。
ただめちゃくちゃ点数的にはありがたい感じになったんじゃないかな。6、6、8、いやーどっち行くにしてもって感じか。うん、ちょっと6じゃ足んないですね。どっち行くにしても8取っとこっかな。それかもう2回、いやー詰めないだろうな。ここは青いきます。いやー赤のタックだったかな。ちょっとまあ難しいですよね。何が正解なのか全くわからない。よし、これは待って正解でしたっていうのと、青、そうですね。うん。赤はそのまま取りたいか。青は取っても意味なさそうですね。はい。変、あ、いやー、精神でよかったわ。変化はもう十分持ってたわ。強。筋力も十分ありますね。スタミナこれ終わったかな？スタミナ終わったんじゃないかな、下手したら。って思ってるんだけど。で、天空中央しか行けない。まあ、どうせならこれ踏んで、ちょい積みしてっていう感じでも4詰めると思うので、それで筋力いらねえか。筋力どう見てもいらねえか。筋力どう見てもいらないですね。のでこれで出航しましょう、天空に。はい。まあまあ入ってくるかな、全経験点も。ちょっとコツ関連取っといてもよかったかな。もうちょっとかぶりはなかった、ラッキーなことに。うん、いいんじゃない。クロスキャノンで左がまだだな。やっぱり左もまだだし、まあ、結構なんかまだだな。結構まだだな。いやーどうすっかなこれ。あ、いいなー。かつき、いやどこも行ったことねえわ。まあ、エジプトがもっともルート的には良さそうですね。全員終わってるんで。で、次でイチローさんがフィニッシュでっていう流れになってますね、現状。さて、どうしたもんか。一回ぐらいだったらチャレンジしてもいいんですよね。精密機械に。精密機械くれないかな。エースの復活か。これは取りてえな。さすがにこれは取りてえな。あとはもうバランスなので、ちょっと動けないですね。3か。3だったらいいか、変化取っても。変化か。いやー、まあしょうがないですね。ここで。ぐじゃぐじゃは捨てられない。うん。やらーない。お、なるほど。これ取ったら赤が進行できなくて、アンドロメダはいけなくなる。3ターンで出て、出航して、っていう感じにするのか、まあ、タックバチバチ積むのか。まあ、これは、5-5で揃うしね。うん、38806。まあまあですね。出航できないかな、これ。もしかして。アンドロメダ今行く。で、2、3、4周なので、これは出れないですね。出れないパターンのやつですね。どうすかな。じゃあ
ここで時間を食うわけにもいかんしな。タッグガシガシやりたいんだったら普通にダンジョンでもいいけど、ただネズミは何の恩恵も受けられないか。ダンジョンでいいんじゃないかな、最終だし。ダンジョン以外ちょっと難しいような気はするっすね。ダン、おーおー、赤が足んねえわ。赤が足んないからダンジョンいけねえわ。5。暁行くしかないかしたら。暁行きましょう。ちょっとタックがどれくらいできるかは謎ですが。赤は若干入ってきますねというところと。うわ、少ねえ。海賊船込みでこれか。ゴーゴーとかもう話なんだよな。まあ、バランスは左だけなんとかなってくれたら嬉しいんだけどな。あとは、臨床点ちょっと欲しいですね。足んねえわ。手応えのところもあるので、一番最後の。そこはもらっときたいですね、うまく。5月2週。お、強いね。これは変化からでいいでしょ。さすがに、点数入るし。うまいことタックで重ねていきたいが。タックで圧縮していかないと多分どっかで積みますね。ただこれ変化がやばいことなってんな。変化がちょっとやばいことなってますね。これは変化やばいな。5球種目とかになるな。最高に効率悪そうだけど、5球種目とか。そんなこともないか。はい。そんなこともまああるようなないような。5球種目とか結構初めてレベルだな。タック来ないと終わるわ。タック来ないと何にも詰めないですね。てかタック来て詰めんのかな、これ。あー、ひでえ。ひでえことになった。とんでもないね。とんでもない、ね。とんでもないことになってきましたね。これデート、一回休むか。ここは別に無理する必要ないですね。ちょっと積もうしん。ちょっと積もうしんじゃなくてよかったな。また変化か。変化めっちゃ好きですね。こんなに変化積んでもしょうがないんだけど。ラストで赤ですね。まあ、悪くはないでしょう。はい。変化、まあどうでしょうね。もう1ぐらいは伸ばすんかな。うわ、すげえ伸びるわ。7まで伸ばしたらとんでもない。面白。面白いからこれでいいか。面白いからこれでいいか。変化もう伸ばせないわ。とんでもないわ、なってるわ。はい、フリート、帰りましょう。まあ、可もなく不可もなくかな。ちょっと筋力、変化結構振ったんで、その辺で最後どうなるかなみたいなところですけど。あとはできる限り守備練習挟みながらか。これは人が固まってるんで取りましょう。柵。筋力余計だな。精密。コントロール。コントロールやば。一気になくなったわ、技術。手応えも風格もまだだからな。そういう意味では結構大変ですね。行きましょう。はい、勝てました。OK ですね。次行きましょう。もう一回か。はい。お、ナイスタイミング。これでデート終わったか？あ、終わりましたね。メンタルでもいいか。まあ、せっかくびっくりしてくれてますし。
筋力、まああと海岸もできるので、とりあえずこれで敏捷は足りたか。多分敏捷はこれで足りたんじゃないかな。27あればまあ十分でしょう。ちょっと筋力だけすぐ怠ってるけど、うん、エースの風格もサクッと取っておきたいですね。筋力、まあ、最後街道もあるので、まあ技術は足りるからな、これ多分。風格、対抗心は5。もう一回ぐらいどっかで踏めればって感じかな。うん、現状そんな感じですね。いきますか。はい、勝てました。OK ですね。次行きましょう。うん。変化ダック死ぬと踏むとこうなるんですね。ははは、やば。スタミナとかでも変化稼いだからな、だいぶ。ま、あとは、甲子園で守備、もう一回かな。どっかで踏みながら、さばいていきたいですね。あと一回でいいと思うんだよな。うん。まあ、一応、海岸のことも考えて、バランスは、取っときたいですね。はい。行きましょう。はい、勝てました。OK ですね。次行きましょう。うん。変化、というよりは、まあ、点数多い方が、海岸のことも考えると、90ちょい。これは100点以上入ってるもんな。ここは、ルミナ踏んどきます。バランスはもう別に考えなくてもいいと思うんで。はい、行きましょう。はい、勝てました。OK ですね。次行きましょう。さあ、ラストターン。守備練習したい。おー。はい。これで、変化球対抗心取っても大丈夫だと思うので、取りに行きますか。クロスキャノン。対抗心。で、あとは待ちって感じですかね。行きましょう。はい、勝てました。ということで、バッチリですね。よし、オッケー。で、先発に置いて、まあ、中継ぎとかの設定でもいいのかな。で、ここで勢いをもらいまして、新街道もらって。さあ、どんなもん。オール7変化ピッチャー。マジでネタみたいになったな。はい。ということで振っていきましょう。はい。ということで振って戻ってまいりました。最終的にこんな感じでした。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14 段かな。で、学習客45ですね、合計。ま、さすがに伸びてないですね。変化、超伸ばしたんで。はい。ということで、これで PD3 あるのか。まあ、思ったよりありましたね。もうちょっと少ないかなと思ったんですけど、まあ、変化全部伸ばしても結構面白いぐらいには、まあ、形にはなったのかなというふうには思います。ただやっぱり点数もうちょっと欲しいところなので、まあこの辺はもう少しやり込みをしながらっていう感じにはなりそうですね。まあ面白い回だったのでちょっと動画上げさせていただいて、また違った形のね、ピッチャー目指していけたらいいかなっていうふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントでもいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。